こんにちは、まちろうです。昨年の11月24日に野口五郎さんと岩崎宏美さんの初めてのデュエット曲、好きだなんて言えなかった、これが発売されましたね。発売前後からこの曲は話題で、プロモーションも兼ねてテレビによく出てました。先日ですね、東京 MX テレビで、クリス松村のミュージックモア、この番組にお二方が出演されて、他の番組とは違った生々しいやり取りがあったんで、それはどんな話だったのか、それを見てどう思ったのか、そんな話をしたいと思います。このミュージックモアに出演された時の、話の流れはですね、組むことになった経緯、好きだなんて言えなかったの話、お互いの印象、そして歌手の苦悩と未来、そんな感じで、30分番組だったんですけど、とっても濃い内容でした。それぞれざっと話しますと、まず組むことになったきっかけ、これはですね、この番組、ミュージックモアのおかげですっていうことで、それはですね、ミュージックモアの番組プロデューサーが手掛けたコンサートにお二方が声をかけられて出て、今宵ジャジーにセブンっていうやつなんですけどね。でこの時の曲の打ち合わせを五郎さんとひろみさんが直接電話でやり取りしたらしくて、ひろみちゃん何の曲がやりたい、カーペンターズとかかなとかね、そんなのがあって、で実際ステージに立って皆さんアドリブかますみたいなんですよね。だから五郎さんとひろみさんは、カーペンターズのスーパースターを歌ったんですけど、その時にですね、五郎さんがもう完全にアドリブで2コーラス目からひろみさんと同じキーで歌ったんですよね。そしたらそれがなんかすごくうまくいってっていうか、ハマって、五郎さん自身もこれは面白いとなんか直感したそうで、で五郎さんがこのコンサートの後にひろみさんに一緒にやってみないっていう声をかけたっていうのが、きっかけだっていうことですね。このね、五郎さんがアドリブかましたカーペンターズのスーパースター、番組内で映像が流れたんですけど、すごかったですね。本当にハマってました。で次にこの新曲デュエット曲に関する、クリス松村さんとのやり取りなんですが、クリスさんはね、この曲を初めて聴いた時、洋楽と思った、こういう曲が欲しかった、最近は愛の歌っていっぱいあるけど、平和、人類とか、広くね、大きな愛とか、でもこの曲は男と女の愛で、久しぶりに聴いたなと思いましたっていう、そんな感じに言ってました。で次に五郎さんとひろみさんのお互いの印象っていうところに話が進んで、この話はね、もう耳にタコができるぐらいあちこちで話してるし、お二方もですね、またその話かなんてね、そんな嫌な顔をせずに、初めて語るみたいな感じで詳細に話をしてました。岩崎ひろみさんがね、椅子に座って足を組んでた時に、で野口五郎さんがそれを見て、女の子が足を組むもんじゃないよって言って、でそれを聞いた岩崎ひろみさんは、この人気難しい人だなと思ったっていうやつですね。でクリスさんがですね、五郎さんに、五郎さんってそういうの気になって言っちゃうタイプなんですかって聞いたんですよ。そしたら、いや普通は言わないんだけど、岩崎ひろみさんは堤恭平先生に贔屓されてる感じがしてずっと気になっていて、でそれはね、メロディーを聞けばわかるんです。他の歌手よりも思い入れたっぷりに曲を作ってる、五郎さんは堤恭平先生にたくさんの曲を書いてもらって親しくしているだけに、なんか気になっちゃって、そんなことを言っちゃいましたって言ってましたね。この会話の時にね、五郎さんもたくさん恭平先生に曲書いてもらってるじゃないですか、そうですよねとか言ってね、なんかみんなで盛り上がってね、楽しそうでしたね。であとレコーディングの時のこだわりっていうところでは、五郎さんはマイクにこだわって、ひろみさんはヘッドホンにこだわりがあるっつってね、なんかキラキラしたヘッドホンの、様子が番組内で映ってました。で興味深い話っていうのはここからで、こんな話をしてました。デュエットをやることでお互いの歌に関していろいろ話すことができた、それは歌手活動っていうことに関して悩んでることとか、そういうのをね、お互いに吐露できた、正直に話すことができた、そして明るい未来が見えてきた。岩崎宏美さんがですね、このところずっと大変な思いをして、歌手活動をして、悩んでいたっていうことで、例えばロマンス、マドンナたちのララバイとか、番組からね、そういうオーダーが来るんだけど、こういったかつてのヒット曲を歌う時っていうのは、その頃の自分と戦ってる気がする、今の自分で表現すればいいんだけど、聞く側は昔の自分を期待してると思うと一歩足が前に出なかった、そんなことをお話しして、
で野口五郎さんは、歌手はみんなそれで悩んでる、あの頃の自分で歌うのはもう無理、歌手活動の長い人はみんなあの頃の自分と戦っている、でも戦わなくていい、初心に帰ればいい、夢を持っていたあの頃の初心に帰ればいい。でクリス松村さんが、今後も2人としての活動はありますかという問いかけをしたことに対して、ひろみさんが真っ先にあると思うって言って、でその積極的にね、答えたひろみさんに野口五郎さんはなんか嬉しそうな感じでね、あのこのミュージックモアっていう番組はクリス松村さんの豊富な知識のもとに、なんでそんなことまで知ってるんですかなんてね、そんな和やかな雰囲気で番組が終始するんですけれども、今回はちょっと変わっていて、まあ今回はっていうよりもこんなちょっと狼狽したようなクリスさんを見たのは初めてかもしれないですね。それはですね、野口五郎さんと岩崎宏美さん、このお二方が活動の悩みについて話してる時のことなんですけど、あのクリスさんがね、コンサートに来てくださる方々は私たち見る側も年を取ってるから、まあ、そういう歌手のね抱えてる苦悩みたいな気持ちっていうのはいちいち説明しなくても伝わると思うんですよねって言ったことに対して、で五郎さんが歌ってる側としてはそこはねそう簡単にはいかないんですよ、一番苦しむところなんですよって言って、でひろみさんも16歳の時に着たワンピースを63歳の今着られますかっていう話ですよ、そこで悩むんですよって言って、でクリスさんが、まあ一部ねそういう方もいらっしゃいますけど、それは期待してないですよ全然。そしたら五郎さんが、まあクリスさんみたいにね思ってくれる人はありがたいんだけど、大概の人はあの頃と違うじゃんと思うだろうから、まあそう言われないように頑張っちゃうから大概の歌手は悩むんですよって言って、でクリスさんが、まあテレビだけを見る人はねまあそうかもしれないけど、その話は深いし聞いている側も全ての人が同じじゃないから、そういう歌手として克服しないといけない部分なのかもしれないですねって言って、まあそれに対してねまた五郎さんが、あのまあその切り替えがねなかなかできないんですよ、それが一番難しいんですよって、返してました。でまあ番組の締めは、クリスさんが解決策があります、今度ね、ミュージックモアのコンサート、そういうのを全部受け入れてくれるお客さんが集うから、まあそこで新しい五郎さんとひろみさんで悩まずのびのびとやってください、まあこんな感じでした。あのクリス松村さんは、お二方のね不安だからありのままを受け入れるからのびのびとやってくださいっていう、まあ二人がね安心する気持ちになってほしいっていう意味であれこれ言ってたと思うんですけど、まあ本来だったらねそれでそうですねで終わるところを、五郎さんがそれでも悩むんですって返したところにアーティストの計り知れない苦悩っていうのを感じます。皆さんはこのいわゆる往年の歌手の苦悩と聞く側、まあ私たちの方ですね、その気持ちの部分っていうことに関してどう思ってるでしょうか。あの私はですね、あの昭和40年代生まれでずっと歌謡曲が大好きで、まあ歌謡曲で育ってきて、今でもその頃の曲を毎日のように聴いてるし、まあクリス松村さんみたいに洋楽も聴いたり、今のアイドルソングも聴いたりと、ジャンルや時代を問わず音楽を聴いてます。でよくやってる懐かしの番組とか、まあこういうのはね昔からあって、こういうのも昭和の時代からずっと見てきて、それぞれの歌手の方々がどんな風に変化していくのかっていうのも目にしてきました。だから、まあ、五郎さんとひろみさんの気持ちもよくわかるし、クリス松村さんの気持ちもよくわかります。まあ皆さんそれぞれいろんな考え方思いがあると思うんですけど、私個人的に思っていることをちょっと話しますね。自分の青春時代にスターだった人、油が乗ってバリバリのパフォーマンスを見せてくれていた人が今でも活躍している、まあ、そんな様子を見ると当時不安だったかどうかっていうのはもう関係なしになんだかねこうほっとするんですよね。まあそれは、そういうスターの方々の今を見ると自分の時代はまだ終わってない、続いてるっていう感じがするからだと思うんですけど、だからね年々そういった人が、亡くなられますよね、まあ、そういうのを見るととっても寂しい気分になります。歌手活動を続けているっていうこと自体が、当時の青春時代を過ごしてきた人たちの、きっとね勇気とか希望の源になってると思うんですよね。まあ、ただこういった往年の歌手の方々の歌を聞くと正直なところきっついって思うことが多々あります。
前にね、武田鉄矢さんがカラオケバトルっていう堺正章さんが司会をやってる番組に出て、プロはね何点取れるのかっていうのがやってたんですけど、まあ武田鉄矢さんのね歌もね、どん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 こう癖が増していきましたけど、でそれで歌ったらねもう素人以下の点数が出て、堺正章さんが、随分歌がひねくれちゃいましたねなんてね言ってましたが、まあこれはねもうしょうがないんですよね。年齢とともに声帯とか喉の筋肉とか腹筋とかも背筋とか、まあ、そういった歌に必要な部分っていうんですかね、そういうのが全部衰えてくるから、だから音の立ち上がりがね遅くなって、次の音に行くまでにこうゆっくりこう持ち上げないときついんですよね。でやっとその音に持っていったと思ったらまたすぐ次の音にって感じでまたギューッと持ち上げて、だから本来の音に滞在する時間が短いからすっごく音程が不安定に聞こえるし、まあ、リズムももたって聞こえてね、まあ、自分だってね若い時と今カラオケで歌う時なんか比べるともう全然高い声出ないし、もう音域自体も狭くなってるし、声もねもうかすれてきちゃってね、昔の声の質とも違ってきてるし、なんだかねもう歌いたいけど歌えないとかね、もう劣化が甚だしいんですけど、まあ、それでも歌手の方々っていうのはプロだから筋トレしたりとか喉のケアを入念にやったりして、ものすごい努力されてますよね。まあ、ただ当時の名曲っていうのはその時の歌手の特性とか状態に合わせてそれが最高に生かされるように作られた曲だから、それをね当時と違った今の状態で歌うっていうことになると、まあ歌う側も聴く側も違和感を感じるっていうのは当然で、まあ当時から熱烈なファンだったっていう方は、そういうのも全部ひっくるめて受け入れられるでしょうけど、なんか当時好きだったなとかね、こんな曲あったな程度の人は、まあきっついわ聴いてらんないよとかね、まあそれが本音ですよね。まあ歌う方もねその辺はだましだましやってて、正直自分でもこの曲ちょっと歌えないかななんて思っててもテレビ局からはまあそういう往年の名曲を歌ってくださいってこう言われるし、でそういうこの周辺にいる人たちっていうのは、まあ相手はスターさんだからっていうことで、まあちょっと辛いかなと思ってもね本人にはそういうこと言わないだろうしね、まあそれがずっと続いてきてるっていうことですよね。だから、今回の野口五郎さんとか岩崎宏美さんみたいに自分からねもう昔の通りには歌えないってこうはっきり言うっていうのは、まあプライドもあるからすっごく勇気がいることだと思うんです。でもそれを言ったからこそ、本当にねこのお二方すがすがしい顔になってたし、こんなにね晴れ晴れとした雰囲気っていうのは近年なかったと思うんで、見てるこっちもねすがすがしい気分になりました。まあ皆さんもね、まあ、歌を聴いてきっついなと思ったとしてもやっぱ気になりますよね、テレビとかに出てるとね。まあそれはさっき言ったみたいに歌ってる姿を見ると自分の青春時代がこう浮かんできたりするからで、まあだから、野口五郎さんが言うように過去の自分と戦わなくていいって思います。未来にどん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 こう進んでいってほしいですね。まあ世の中も随分変わってきたからもうその辺のことは受け手側もテレビ局の人たちも理解して過去の歌を期待するとか歌わせるとかしないでね、いかに今の状態の歌手の方々を魅力的に見せるかっていう、そういう方向に舵を切ってほしいと思ってます。まあコラボっていうとね通常だったらこうお互いの実力をぶつけ合ってそこで化学反応を見せるみたいなね、まあそういうのがね大多数だと思うんですけど、今回の五郎さんとひろみさんみたいにお互いの足りないところを理解し合ってそれを補い合って歌うっていうのは歌手のね新しい形だなと思いました。まあ昭和の歌手同士のコラボじゃなくても昭和と平成、令和の歌手とやってもねいいと思いますけどね。まあこういう形だと聞いてて全然無理がないし、とっても自然で2人の高い歌唱力を存分に堪能できるしね、まあ本当にねこの今回のコラボの一番のポイントっていうのはお互いに変なプライドを捨てて洗いざらいぶちまけて理解し合うっていう、ことだと思います。こういうことができると他の歌手の方々も野口五郎さんと岩崎宏美さんみたいに新しいステージにねステップアップできるんじゃないでしょうか。野口五郎さんと岩崎宏美さん、このお二人のコラボをきっかけに今活躍している往年の歌手の方々もお互いの歌唱を活かせるパートナーを見つけてどんどん新曲をリリースしていってほしいと思います。このお二方もね、まあ例えば岩崎宏美さんもね今度は郷ひろみさんと組んでねダブル浅野みたいにねダブルひろみとかね
あと太田博美さんも入れてね、トリプル博美とかね、もうどんどんなんかね夢が広がりますけどね。今回の好きだなんて言えなかった、これ作詞が松井五郎さん、作曲が森正明さん、編曲が中川幸太郎さんということで、昭和を彩った作家の方々たち、こういう方々もどんどんチームとして取り込んでいって、あの昨年ですね、堤恭平さんのトリビュートコンサートがあって、これ2日間通しで私見に行ったんですけど、そこで舟山元樹さんがタクトを振ってたし、あと萩田光雄さんもね、南野陽子さんとライブやったりとかして、今でも活躍してるんで、あの当時のねヒット曲の手法っていうのは、今でも通じると思うし、まあ、もし何か足りないと思うんだったら、そこに若いクリエイターの方もこう巻き込んでね、まあそういうことをねやってもね面白いんじゃないのかなと思います。まあ今後はですね、あの過去の曲に関しては思い入れの強いファンが集うコンサートとかではまあ披露するとして、まあ、あとは同じ事務所とかレコード会社、まあそういう垣根をね取っ払っちゃっても全然構わないと思うんですけど、今油が乗ってる歌手にその名曲をねどんどん伝承していって、延々と歌い継がれていってほしいと思います。ある時代の人が聞くと、あの曲歌ってたのは A さんでしょ、でもまた違う年代の人が聞くと、B さんが歌ってたんじゃないのとかね、あの私もですねそんなような曲がたくさんあって、あの黄昏のビギン、あのこれ初めて聞いたのは千秋直美さんのバージョンだったんですけど、でねこれ千秋直美さんの曲だと思ってたら、元は水原弘さんの曲だっていうのを後から知ってね、まあそんな感じでねいいと思うんですけどね。まあ本当にね往年の歌手の魅力を生かせるプロデューサーみたいな人がね、出てくると嬉しいんですけど、あの小室哲哉さんみたいにね、なんかやりようによってはブーム作れるんじゃないのかなって思うんですけど、どうですかね。まあ懐かしの歌謡ステージみたいなところだけでねくすぶってるのってね、まあ実力がまだまだあるんだから、すっごくもったいないと思うんですよね。だからねこういった歌手の方々をうまく生かせる手法が見つかって、まあそれがブームになったらね、まあ、特に中高年なんかアナログ世代なんで、レコードとか CD とか物として音楽を買うから、またね、音楽のあり方って変わってくるんじゃないのかなっていう気もしますね。はい、ということでちょっと長くなっちゃいましたけど、今回は野口五郎さんと岩崎宏美さんのデュエット曲に関する話でした。野口五郎さんはコンサートツアー文化村オーチャード2022年2月23日、ちょうど誕生日の時ですね、コンサートがあるっていうことと、岩崎宏美さんは東京国際フォーラムで4月の30日、コンサートがあるっていうことなんで、ぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。